おや、なんか動いた。なんだ？その正体はなんとハムスター。ネズミにとって猫といえば長年の天敵。しかしウラちゃんは猫のベルちゃんが大好き。一方猫のベルちゃんもハムスターのララちゃんを我が子のように可愛がっているんです。ララちゃん、体は綺麗にね。いつもありがとう。ああ気持ちよくなった。ムズムズが取れたよ。ベル大好き。二人の様子を見ているだけで飼い主さんたちも幸せな気持ちになるんだとか。猫のベルに初めは警戒していたララちゃんですが、いつしかベルの優しさに心を開き、すっかり懐いてしまったのだといいます。今やベルの背中はハムスターのララちゃんにとって最高の遊び場。今日は私のお気に入りの場所に連れて行ってあげる。やった。ベルはララを気遣ってかがんで歩きます。さあここよ。うわー、秘密基地みたい。食事の時も二人は一緒。私も食べていい？なんとハムスターのララちゃん、ベルの餌皿に入って一緒に食事。ベルも嫌がることなく仲良く食べています。これは良い子だ。騒がしかった二人が静かになったと思ったら仲良く夢の中。優しい同居人と出会えてよかった。